すと入ってくるんですよ。はい、素敵なあなたへ。現実シフト専門家の篠崎みどりです。今回はですね、物を捨てると人生が変わるというテーマでお話ししていきます。断捨離してですね、運を味方につけてぐんぐんより良い人生に変えていっちゃおうというテーマでお話ししていきます。これはどこでも言われていることかもしれないんですけども、不要なものを捨てると人生が変わっちゃうんですよ。今回はですね、断捨離をして運を味方につけて人生をより良くしていく方法についてお話ししていこうと思います。それではですね、最大限に運を味方につけていくわけなんですけれども、不要なものが自分にとってこうなくなることがですね、自分にとってすごくいいことなんだなってこの動画で気づくことができるので、もちろん実行に移すとどん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 運が良くなります。なのでぜひ最後までご覧ください。じゃあなんで物を捨てると運が良くなるのかというところなんですけども、なんでだと思いますか？まあよく聞いたことがあるかもしれないんですけれども、やっぱり出すと入ってくるんですね。これは運もお金も全て一緒ですね。お水もそうです、空気もそうですよね。出すと入ってくるんですよ。なので家の中にもぐんぐんいいエネルギーやいい運気が入ってくるように、スペースを空けることが重要です。物って全て振動してるんですよ。わーっと目には見えないですけど振動していて、それはエネルギーなんですね。なので不要なものですごく溢れているお家の中はですね、エネルギーが入ってきようがないんですね。いいエネルギーも悪いエネルギーもなんですけど、入ってきようがないんですよ。そうなので、まあ、お片付けをきちんとされていて整理整頓されているというお部屋も、まあ、大事ではあるんですけれども、それよりも何よりももっと以前に物をなくすというのが大事になります。そう、別に全部ミニマリストさんほどに、ストイックに物をなくさなくても大丈夫です。不要なもの、使ってないものが見渡しただけで結構あるはずなんですね。なんとなく置いちゃってるな、1年間ずっとこの位置にこれがあるなとか、使ってないけどなとか、洋服もそうですよね。全然使ってないのにもう2年3年とタンスの肥やしになっている、パターンがあると思うんですよ。これをなくしていきましょうというお話です。もしあなたが人生を変えたいのなら、これは考え方や行動においての話なんですけれども、新しいエネルギーが自分の中に入ってくるという習慣をつけなければいけません。で、一方ですね、目に見えるものたち、これらはですね、あなたの考え方だったり行動が物質化してそこにあるわけです。現実に目に見えるものというのは全てあなたの内側の現れなんですね。つまり、家の中に不要なものでいっぱいになっている状態。これは、いっぱいになっている状態ということは捨てられていない状態ですよね。これは、捨てたら損するという考え方の現れでもあるわけです。あとは、まあ捨てるのがめんどくさくて、そのまま放置してある。という観念の表れでもあるんですよね。これはですね、あなたの中にある古い価値観、固定観念、これらが捨てられないのと一緒なんですよ。これまでの人生や生き方を変えられないということとイコールになります。そうだからね、目に見えるものと目に見えないもの、全てはつながってます。なので自分を変化させて新しいエネルギーを取り込むことで失敗するのではないか、損をするのではないかという恐れがあります。そして自分を変化させて新しいエネルギーをどんどん取り込むことっていうのはやっぱり億劫なんですよね。自分を変えたくないというのが人間の本能に備わってますから、変化を嫌うんですね。新しいことを嫌います。だから変えたくないという深層心理が目の前の者たちにも現れてしまってるんですね。そう、つまりはそのままにしておくと人生は変わらないままになってしまいます。それを強制的に変化させられるのが自分の身の回りにある不要なものたちを一掃する、捨てるということなんですね。だから断捨離がいいんだよ、捨てることが人生変わるんだよというお話につながってきます。物を捨てるって、こう物がなくなる状態ですね。すっきりとして心も晴れやかになります。スカッとするんですね。そして呼吸も同じで、吐いたら入ってくるんですよ。深呼吸するときに吐いて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 ってしたら必ずって吸いますよね。もう勝手にこう空気が入ってくるようになってるわけですよ。これは運もエネルギーもお金も一緒なんです。全部一緒なんです。だから断捨離するとお金が入ってくるようになるよっていうのはまさにこのことを表してるんですね。人生を変えるのも一緒です。では物を捨てて人生を変えていこう、
そして断捨離して運を味方につけていこうというテーマについてお話ししてきました。伝わりましたでしょうか。世の中でなんで断捨離がいいとか物を捨てるのがいいよって言われてるのかがですね、ご自身の中に腑に落ちていただけたらすごく嬉しいです。ぜひですね、いらなくなったものをどんどんですね、まずは感謝を告げて別れを告げて、捨てていくという、ことを積極的にやっていっていただければと思います。どんどんご自身の中にいい運気を流れ込ませてあげてください。私も早速今日と明日で、しっかりと断捨離しようと思ってます。また定期的にですね、こんなの捨てたよとか、こうやってますかっていう呼びかけをしていきますので、その度に気づいて、あ、そうだったということで、ご自身の家をどん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 クリアにしていってほしいなと思います。ちなみに私は、定期的にちょこちょこ無理のない程度でやってるんですね。例えばこの間は靴を一掃しました。靴も結構すぐ溜まりがちなんですけど、これをもういらないものを、全然履いていないものをもうごっそーっと捨てちゃいました。はい、ぜひあなたも試してみてください。私はですね、インターネットを使って、時間にも場所にも縛られずにですね、お仕事できる環境で自分の生活をこう成り立たせているんですけれども、もしですねこれをご覧の方もですね、家にいながら仕事をしたり、自分の好きなことを、仕事をしていったり、生計を立てたりっていうのに興味がある方はですね、ぜひ LINE の方に登録をよろしくお願いいたします。女性でも分かりやすいですね、ビジネスやマーケティングの知識を教えているんですね。あとは宇宙の法則を使って自分の好きなこととか才能、魅力、個性、これらを仕事にしていく方法なんかも教えております。あとは実践できる環境だったりコミュニティもありますので、ぜひ興味のある方はまずは LINE に登録をお願いいたします。 LINE に登録すると明日死んでも後悔しないと思えるぐらいですね、今日という一日を素敵に生きれるエッセンスが詰まった動画をプレゼントしておりますので、ぜひこちらも受け取ってご覧ください。また私のチャンネルではですね、こういった運を呼び込むこと、そして、引き寄せ、宇宙の法則を使ったこと、あとは結構その自分の好きなことをどうやって仕事にしていったらいいか、もしくは必要な考え方、そういったことをですね、参考になるようなお話をしていますので、ぜひですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あとは断捨離してこんなに人生変わったよっていう方だったり、こういう効果があったよって方はですね、コメント欄でシェアしてくれるとすごく嬉しいです。他の方もですね、あ、真似してみようっていう気づきになったりすると思うので、ぜひシェアの方もよろしくお願いいたします。それでは今日のお話が少しでもいいなと思っていただけた方は、ぜひグッドボタンしていただけると嬉しいです。はい、今不安な世の中なので、少しでもですね明るく元気になれるような、内容をシェアしていきますので、ぜひ明日からもですねご覧いただいて、楽しんでいただけるとすごく嬉しいです。それではありがとうございました。